はい、遊戯王で期待戦やっていきたいと思います。ブラックマジシャン VS クロノダイバーの対戦動画となります。まずはブラックマジシャンがマジシャンズソウルズを発動し、敵からブラックマジシャンガールを墓地に送ります。口述しますが、これブラックマジシャンで良かったと思います。はい、落とすカード。そしてブラックマジシャン、マジシャンズソウルズを特殊召喚。そして魂のしもべを発動。自分のデッキからブラックマジシャンレキストのあるカードをデッキトップに置きます。マジシャンズロッドをデッキトップに。さあ、そして、マジシャンズソウルズの効果、マジシャンズナビゲートをコストに1枚ドロー。で、魂のしもべがあるのでもうドローすることはほぼ確定なんですよね。さあ、マジシャンズソウルズを手札に、そしてマジシャンズロッドを手札に、マジシャンズロッドを効果にはハルウララを発動。まあ、そうですね、一番ここで打つのが正解だなと思います。そして、魂のしもべの効果で敵からカードを1枚ドローします。そして2体で砲リンク召喚。リンクは2ですね、モンスター2体。ベルデアナゴンダ、そしてデルデアナゴンダの効果によりライフを2000支払い、デッキからマジカライズフュージョンを墓地に送り、おー、超魔導士、超魔術師ブラックマジシャンズを特殊召喚。そうですね、これをするんだったらマジシャンズブラックマジシャンでよかったですね。まあ大体の場合ブラックマジシャンガールは1枚しかないから、これマジシャンソウルズの、じゃあブラックマジシャンズの効果使えないですよね。さあ、レイドラプターズと、おーっと、レイドラプターズが2体並びましたね。2体を特殊召喚、そして2体でエクシーズ召喚。ランクは4、ベルズビュートとかですか。昔はそんなのですね。フォースストリックスを特殊召喚、おー、神の宣告で無効。そしてブラックマジシャンズの効果で魔法トラップカードが発動したので1枚ドローします。しかしライフはもう残り3000、金満で謙虚脱帽発動、デッキからカード3枚めくります。あ、6枚か、6枚めくります。ごめん、除外して。しかし3000しかないからな。ベルデアナコンダを、ベルデアナコンダにホープザライトニングあたりで殴られたら、たとえ攻撃力が半分になってたとし、じゃあダメージが半分になってたとしても死ぬ可能性ありますよ。さあ、ん、あー、いや、そうですね、はいはいはい、ジェードブリガンダイムはターンに1回しか無理なので、はい、多分2枚発動してですね、巻き戻すのって感じ、フリーなんでね、許してください。はい、まあレギュレーターですね、次のターンにかける感じかな。3000しかないから、ぶっちゃけの話、ワンチャンスあれば終わりますからね、これ。でカード2枚捨て、ターンエンド。で、デッキボトムに、ね、金満で謙虚な壺でめくった、で手札に加えたいカード以外はデッキボトムに送ることになります。そして、おお、ドローフェイズ。マーハードの効果、ドローフェイズにこのカードをドローした場合、秋に見せることで特殊ションができる。ちゃんとね、ドローフェイズにドローしましたよ。シャッフルしないからね、大丈夫。これはなかなか熱い。そして、あー、マジシャンズソウルズの効果、ブラックマジシャンを特殊召喚。これは全部通れば終わりますが、まあまあ、でもジェードブリガンダインがあるから終わりはしませんね、さすがに。ライフは守れます。そして、お、魂のしもべを発動。あ、これは強いですね。さあ、通常召喚行ってませんから、デッキまで黒魔術の秘技、そしてブラックマジシャンズの効果で1枚ドローですね。そして墓地の魂のしもべの効果、2枚あるんで2枚ドロー。そして黒魔術の秘技を発動、2体で、融合召喚。ブラックマジシャンズ2体目です。そして2体でリンク召喚、リンクは3。おお、これは中継地点おばさん、セレーネ、そしてセレーネの方が黒魔術の秘技と、で、計3枚、ちょうど3枚ありますね。お、しかし、ここで、うわ、まさかの神の宣告。せっかく華麗に決めようと思ったのに、それが失敗しましたね。まあ、しかし、ブラックマジシャンズの効果で1枚ドローですね。これはカードごとのターン1なので、名称ターン1ではないので、1枚ドローできます。
なんか引ければ勝ちだったんですかね。あるいはまあ手札にブラックマジシャンがあって永遠の魂を引くかだったらいけましたね。さあダイレクトアタック2800、カード2枚セット、お3枚セット、ターンエンド決めたかったんですかね。しかしレギュレーターありますから、しかし4枚伏せの時はレギュレーターでやるのはちょっと怖いんですよね。何が怖いかというと墓穴の指名者で終わっちゃうので、レギュレーターの効果を使うか、もう使わなかった。ジェードブリガンダインは発動、そしてブラックマンシャンの効果で1枚ドロー、そして2体でエクシーズ召喚。ここで出てくるのは、おお、クロノダイバー離弾、なるほど。そして墓地のレイドラプターズですね。効果によりオーバーレイユニット取り除いて特殊召喚。多少もったいないですけど、そうですね、効果発動、手札のリュースの効果を発動してでリュースを特殊召喚。スキルドレイン、ここでここに来てスキルドレインは辛いや、絶望しているこれは辛い。いや、やっぱりスキルドレインはちょっと強すぎますよね。規制必要なのかもしれない。今回の新制限の改定でね、やっぱり声が上がっていたのはスキルドレインとか王宮の直命とか、それらを規制してくれという声が大きかったんですね。僕はスキルドレイン大好き人間だから、スキルドレインがなくなるのは厳しいというか、なんというか悲しいけど、でもしゃあないですよね。ここら辺は本当しゃあないと思う。うん、おう、パーペチュア。でも何？2体。あー、竜王ホープですね。3000、なるほど。もうブラックマジシャンガールいないから。さあ、竜王ホープで攻撃宣言時、イリュージョンマジック、サクリファイスエスケープ。え、でもこれ通ったら死にますけど、デッキからブラックマジシャン2体を手札に加えます。いや、でもさすがにハンドにある、あーですね、はいはい。マジシャンズナビゲートの効果により手札からブラックマジシャンを独自召喚し、デッキから闇属性のモンスターですね、闇属性魔法使い族モンスター1体を特殊召喚、幻想のミラー魔導士、そして墓地のマジシャンズロットの効果を発動ですね。魔法トラップカードが発動したとき、墓地のこのカードは、フィールド上魔法使い族モンスターリリースするので手札に加えることができます。で、そのまま攻撃。ブラックマジシャン。スキルドレインがある以上、ちょっと竜王ホープきついのかもしれない。黒の魔導陣もないですしね。マジシャンズロット使えないし、さらにアーゼウスを乗せる。まあまあ、スキルドレインがね、消えた時用のためにね。はい、ドローフェイズドロー。ワンパンなればこれは負けてくる。このままターン進めば死にますからね。ダイナレスラバンクラドプス、制限カードとなったバンクラドプスを独自召喚し破壊、そしてガラキになったところにマジシャンズロット攻撃して、おい、なんだその終わり方は。もう決め手が制限カードになったバンクラドプスって、もうブラックマジシャンっぽくないよ。お疲れ様でした。